バーハウスどうも、ロビンです。はい。ちょっと、めちゃくちゃいきなりなんですけど、スケートゲームを今日したいと思いまして、まあ実は、いや、前、女子高生と、スケゲーやった時にちょっと言ったと思うんですけど、大学生と僕、一応ね、やるカードが決まってるっていう話したと思うんですけど、ちょっとね、今日、材木に来たら、その大学生いたんで、ちょっと、はい、いきなりですけど対戦したいと思います。ひろとくんでいいんだっけ？はい。いや何回かねもう会ってて、でまあ大学生って聞いてて、あじゃあ面白かったら今度スケゲーしないって言ったら OK と言ってたんで、はい。はい、いいっすか？あ大丈夫です。全然まだまだですけど。いや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 。でも最近めちゃくちゃ上手くなってるよね。微妙。微妙。あれでもスケボーはどれぐらいなんだっけ初めて？1年。と1ヶ月、2ヶ月とか3ヶ月、そんくらい。へぇ、あ、そんぐらいか。いやいや。ちょうど去年の4月ぐらいですかね。あ、でちょうどあれだ、スケボーブームの時に始めたって感じ。そうですね。あー、なるほどね。で、しかもあれでしょ、地元があのトレース B の場所なんでしょ。そうですね、のっちさんの。のっちさんの、あーで、ちゃんとね、来て。あそうですね。これかっこいいっすよね。はい。はい、じゃあ地元はもう、日田市ってとこ。はい、ね、日田市です。あのパーク、じゃあ始めた時はあそこのパークで。そうですね、あっこで毎日6時間ぐらいする。で今はこっちに住んでるんだ。そうですね、大学でこっちに行きました。あ、そうかそうかね、だからまあ大学生っていうことで、はい、ちょっと負けませんよ。じゃあよろしく。あ、じゃあじゃんけんしましょう。はい、じゃあ先攻後攻いきます。最初はグー、じゃんけん、おい、あいこでしょ。あー、くそー、やばい。はい、今回はですね、ちょっとナレーション付きでやりたいと思います。はい。まあもうね、スケゲはね、もう僕にとってめちゃくちゃいいトレーニングなんですよね。はい。そのメイク率が上がるってだけじゃなくて、その緊張しながらやるっていうのがね、ポイントなんですよ。それでできるようになったら結構ものにしたっていうか、うんね、結構つかめたっていう感じと言えるんじゃないかなと思うんで、ぜひねやれる人はやってみてほしいんですけど、はい。まあちょっとね、今回ねレフリーがいないんでね、こう後からこうやって映像で見ると、うーん、ちょっとギリな感じかなって思うんですけど、でもね、まあ一個一個見てもまあまあまあとりあえずギリ OK かなって感じでした。何個かね、あれつま先当たってるんじゃねって思ったけど、ちゃんとズームしたら大丈夫だったっすね。あのこの後ね、フロントポップもそうなんですけど、はい、まあ、まあ何個かそういうのあったけど、はい、なんとか。まあね、こう映像にするんだったらやっぱ厳しくね、これとか今一瞬つま先当たったように見えたけど、ズームしたらね触ってなかったっす。まあでも自分も極力あの自己申告ちゃんとするようにしてます。はい、あのこの後もね何個か、はい、自己申告したり、あと僕自身はひろと君に対しては厳しくいろいろ、はい、もう一回やってとか言ったりしてやりましたけど、はい、とりあえずね、あのそうひろと君全然今僕あのミスったトリックメイクできるんですけど、そうこの前の中学生の時もそうだったんですけど、あの撮影のスケゲーは確実に僕の方が有利なんですよね。っていうのはやっぱ向こう緊張するじゃないですか。まあもうこの場でも言ってたんですけどね、もうめっちゃ緊張しますっつって、だからいつもできてるトリックできてないんですよ。だからそこら辺ね、僕にとって有利っすよね。いやね、もう皆さんもね、カメラ慣れしてない人とかね、想像してもらえば分かると思うんですけど、緊張すると思うんですよね。ただでさえねスケゲー緊張するのに、そう、それでカメラがあってね、でましてはね、ただのカメラじゃなくてね、僕の YouTube チャンネルの動画になるスケゲーだからね、いや緊張するだろうなって感じなんですけど、はい、まあでも、はい、それでもね頑張ってくれてます。はい、ちょっとね、あのトリック名ふざけてます。はい。いやなんかたまにあの普通の名前はいいんですけど、なんかあのバックサイドとかフロントサイドとかなんかね、いやこれバックサイドじゃないですかとかね、いろいろあるんで、もうあえて、はい、ふざけました。いやだって、いやないんですよ正しいものね。例えばベリックスのあのスケゲーでさえ、例えば日本人はあのフェイキーの180ハーフキャブじゃない方はなんかブラインドサイドとか言ったりするかもしれないけど、ベリックスだとハーフキャブ、フロントサイドハーフキャブ、バックサイドハーフキャブって言ったりするし、あと僕はね、あの
僕結構ね、何を基準、人生で基準にしてたかっていうと、僕あの昔あのトニーホークプロスケーターというゲームがあったんですけど、あそこに出てくる名前をもう基準にしたんですよね。もうね、だって世界的なゲームだしね、ちゃんとトニーホークとかそこら辺のチームにちゃんと相談した上でそのゲーム作ってるわけだからね、トリック面間違いないと思うんですけど、僕はその基準でやるんですけどね、ましてこう日本人、そのなんですか、トリックが海外から日本にこう輸入した時点でなんか名前が少し変わってたりするんですよね。なんかトレフリップもそうだし、ポッシーとかね、福岡ではポッシーとか、なんかどっかでグルンパって言ったりとか、ここほらフェイキー背中側ビッグスピン、これだと間違っていないですよね、はい、フェイキー背中側ビッグスピンね、はい、これはもうね間違いない、ね、これねもう少しで乗れそうだったんですよ。でも何気にいい勝負ですよね、やばい、ギリ、もうそう、最初は僕が勝ってたんですけどね、ちょっとギリギリで、なんかもう全然、結局僕あんまり実況してなかったですね。はい、まあいいトレーニングだっていう話です。まあちょっとね、今回ゆるゆるなねスケゲっていうことで、はい。これなんかね、多分ね触ったっぽいんですよね。なんでもう一回やってますね。ほらだから僕ちゃんと自己申告してますよね。あ、そうだから今はね、これちょっとねつま先当たってる、触ってるんですよ。ハーフキャブヒールとハーフキャブフリップの戦いで、これねちょっとスケッチーだけど、まあ OK にしました。わあ、でもできるね、やばい、いや、はい、まあまあまあ勝ちました。いや何気にいい勝負だったな。負けましたね、ありがとうございました。いや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 、何気にいい勝負だった。いや全然、いやじゃあまあとりあえずねリベンジっていうことで、はい、なんかのっちさんに何か一言ある？すいません、負けちゃいました。すいません告しておきます。OK、 まあでもまたやろう。はい、うん、ねえ、まあいつもここにいるわけだから。そうですね、ちょっとそうだね、いろいろやりましょう。はい、はい、っす、あざーす。はい、ご飯の時間でございます。はい、アングル変えて、はい、この感じでいこうと思います。もうね、髪の毛が邪魔くさくて、すいません、これでちょっと早く、ね、自分で切りたいんですけど、はい、はい、これでいきます。はい、はい、まあ今日はキムチ鍋っていうか、皆さんありがとうございます。ね、どんなご飯作ったらいいですかってたくさんコメントいただきまして、はい、ちょっとあの中からね、選んで、まあそこに書いてある全部ね作れるやつはどんどん作っていきたいと思います。はい、もう作るのいつも一緒なんですよ僕で、ね、見てるみんなも多分飽きると思うし、まあ僕も違う料理食べれるのはありだなと思ったんで、はい、でそうやってきっかけもらわないと僕動かないタイプなんで、はい、ちょっとああやっていただいたんで作りたいと思います。はい、まあでも今日はちょっとキムチ鍋、キムチの元はもう買ってたんで、はい、ちょっと食べさせていただきますね。え、うまいんすよキムチ鍋。もう暑くなってきてますけどね、暑い中で汗かきながら食うのがまたいいのて、なんのて、いただきます、いただきます。これね、これ絶対うまいやつね、皆さんこれ美味しいよね。いきまーす。そう、キムチ鍋ね、毎回一口目で、あ、もう自分じゃ出せない味だなって思うのが、このいろんな魚介の香りがした時、めんどくさいじゃないですか、自分一人でね、いろんな魚介のね、
殻とかを煮込んでから出汁取ってとかって、そんな、ね、あれですけど、そう、多分これね、もう会社側がやってくれてるんですよね。あざっす、いつも。うん。うん。うん。いや、でもね、最近ちょっと忙しいんですよ。その仕事始まったんですよ。マジで。ちょっと今、タイムマネジメントが最重要課題ですね、今。その、YouTube 以外に、まあ YouTube も仕事としたら、それ以外に今2つやってるんですよね。合計3つ。ねえ、タイムマネジメントがやばい。だから久しぶりにね、サラリーマン時代に使ってた手帳また出してね、やってるんですけどね。怖いね。バーンアウト。皆さん知ってますか？バーンアウト。燃え尽きる。ね、YouTube、YouTuber 業界の中では、すごく恐れられている症状、バーンアウトです。はい。ね、そうならないように気をつけないと。だから、美味しいご飯食べて、幸せの気持ちになれば、もんでーねー。いただきます。